ロンドンビジョンに聞く一番かっこいいサッカー選手は誰？What footballer do you think is the best looking? Oh, I don't know. Maybe. Yeah. お前。笑顔。あ、いや全然。お前。ロンドンビジョンに聞く一番かっこいいサッカー選手は誰？これまだやってなかった。これまだやってなかったですね。意外にも。盲点でした。忘れてたね。このロンドンの女子たちは一番かっこいい選手誰やと思ってんのか。なるほどな。だからもうワールドワイドのナンバーワンが決まります。あ、もうじゃあプレミアリーグに限らず。もう限らず。全世界。もう全世界のサッカー選手の中で一番イケメンやと思う。もうイケメンを決めようよって。なるほどな。そうそうそう。ちなみに橋健は予想？予想みたいなの。予想はまあやっぱり知名度的にとかもあって、うん、ロナウド。まあまあ強いね。クリスチャーノの方な。あの、怪物の方じゃなくて。違いますよ。ダイゴロカット。ダイゴロカットのロナウドじゃなくて。あ、ちょ、あ、あクリスチャーノの、うん。あ、クリスチャーノの方か。あんなもんベベやねんから。確かにそれはあり得るわ。うん。俺はまあでも、いや、プレミアというか、まあイングランド、うん、やからまあ、ちょ、グリーリッシュとか。いや、あるよ。まあその辺も結構強いんちゃうかな。めっちゃかっこいいねんもん。あれだってもうなりたいやろ、みんな。でまああの、今回、うん、まああの、聞いていくについてか、はい、今回も持ってきました。あ、また紙。はい。何書いてんの？今回いるか紙でも。まあ、今回正直いらないんですよ。うん。やけども、なんかもうただの、ギャラスクワンクエスチョン。なるほど、もう。これをもう紙にしました。もう聞くの面倒くさい。あのね、もう前回はアーセナルファンを、この見つけるのに苦労したっていう点で、紙使ったけど、ここで気づいたのが、紙見せることによって、ちょっとなんかインタビュー答えてくれそうな人の顔色ちょっと伺えたりする。これはわかります。なんかそのちょっとうんってなってる人に聞きに行ったら、うん、結構成功確率高いってこと分かったんで。なるほどな。でもこれ持って笑顔でどうですかと。はいはい。やってください。で、これ今回ね、2枚使ってます。ほんまや、こういうことね。そうです。男の人が来たら閉めてください。うん、こうやって。はい。めんどくせえ。女の人来たら見せるっていう感じ、ね。男の人見せる。男の人連れても意味ないんで、今回。めちゃめちゃ差別やん。あんま良くない。今回企画上ね、いらないんで。まあまあそうやね。ロンドン美女に聞くっていう感じなので。ロンドン美女？美女じゃないとあかん。みんな美女危な。みんな美女だから。今風に見えたと思えへん。まあ早速ね。そんなやってる間にもいっぱい通っちゃってるんで、はい、もう早速行きましょう。はい、キャラスクワークッション。What footballer do you think is the best looking? Messi. Because he's the best player. Messi. Oh, okay. What footballer do you think is the best looking? The best what? Looking. Best looking. Bellingham. Oh, okay, nice. Nice answer. Thank you.まさかメッシ。メッシが入ってくるんだ。予想外のメッシ。はいはい。まあまあ、確かまあイケメン。イケメンなんやけどな。うん。あと、ベリンガム。ベリンガム。ベリンガムはね、人気らしいですよ。こっちで人気なん、ベリンガム。うん。あの髪型でもかっこいい。やっぱもう、髪型とかどうでもいいやろな。もうちゃうんか。うん。やっぱ確かになんか端正なルックスではあるやん、ベリンガム。顔したよね。うん。だからもうどんな髪型でしょ関係ないよな、もう。なるほどな。まあいい、でも。髪型に左右されない気持ちね。うん、そうそうそう。それはいいこと。そんな悪い髪型じゃないって。あれ出さないから大丈夫そんな、やっぱこっちではもう当たり前、普通なんだ。まあ普通か。うん、多いもんな、あの髪型の人な。まあイングランド代表としてね。はいはい、でもだからベリンガムとメッシが並んでるってこと。まあ並んでます、今。これちょっと楽しみやね。楽しみ。これ待って、全員一票の可能性あるよな。ありえます。すごいね、そうなのよ。テラスコのクッション。Thank you. Thank you. What footballer do you think is the best looking? Jude Bellingham. Jude Bellingham. Neymar Jr. Neymar. Okay, nice answer. Thank you. Thank you. Have a nice day. やっぱベリンガム強いぞ。ベリンガムがもう急に2票入った今。もう2票。2連発。すごいな。うん。あの、ネイマールのことは、ネイマールジュニア。ちゃんとね、お父さんじゃないよと。お父さん。あの、ネイマールジュニア、ちゃんとはっきり言う。はいはいはい。もしかしたらベリンガムや。ベリンガムがもう2票。2票。こっちでやっぱロンドンでは人気っていう。うん。これでも見てる人知らんのちゃう。いや、確かに。あの、ベリンガムがイケメンで人気っていうのを、
わ、これなんかええな。私、でもまだわからんから。あ、そうそう。まだ2票。まだわからんわ。もしかしたらこっから藤原が抜くかもしれない。ないよ、絶対ないよ。ないの？なんでその足の速さと比例して抜いていくの？ないか、藤原は。藤原。藤原出たら100票でいい。100票でいい。藤原出たらもう終わり。終わりか。この人は何分でも終わり。Excuse me, can I ask one question? Okay, thank you. What footballer do you think is the best looking?ハーランド。ハーランド。ナイスアンサー。Thank you。ハーランド。ハーランドが入ってくる。ハーランドが入ってくる。ハーランド、まあまあ、まあ、ハーランドね。あれ、イケメンじゃないぞ。ちゃんと言ったわ。俺、今一回飲み込んだのに。髪の毛綺麗な人と勘違いしたんかな。ベストルッキング。後ろから見たらね。めちゃめちゃ綺麗やけど。ハーランドが1票。なるほどな。うん、まあまあ、でも確かに人によっちゃね、うん、かっこいいっていう人はおるかも。まあまあ、かっこいいか。うん。すごいな。Excuse me. What footballer do you think? なんかエロい画像見せた。お前エロい画像見せたわ。エロい画像なんか見せてるわけないやんけ、お前。お前、セクハラやで、お前。エロい画像見せたやろ、今。マジでエロい画像見せられると思ったんちゃう？ほんまに。いや、でもね、ジョージのこと見て、うん、うわーってやってたから。あーね。うん、だってこれさ、カメラ映ってないけど、ジョージずっとチンコ出してるやん。いや、もうほんまやめてくれよ、マジでもう。そうやね。今もずっと出してて。やめてほしいよな。そうそうそう。正直。Can I ask one question? Yeah. Thank you. Thank you. What footballer do you think is the best looking? Jude Bellingham. Jude Bellingham. I would agree, Jude Bellingham. Bellingham? Okay, thank you. Nice answer. Have a nice day. ちょ強いわ。ちょっと強いぞ、ジュード・ベリンガム。え、日本で言う、三笘。かもしれん。かもしれん。あ、でもほんまそうかもしれんな。そのぐらいの勢いやぞ、今。もう、もう、4票目ぐらいか。か、あの頃のウッチあの時もみんなウチだやってんから。ちぎりやから。なんか、結果分かってきたかもしれん。プレミアの MVP 聞いた時みたい。みんなハーランド、ハーランドっていう。まあ、そうやろなっていう。でもこれ意外よ。うん、これ意外や、確かに、うん。ベリンガム。確かにな。ちょっと次の人、うん、俺の予想して、グリーリッシュと、クリスティアーノ・ロナウド出てないやん。うん、出てないわ。違う人聞かれてちょっと聞いてみるわ。なるほどな。うん。うん、Excuse me. Can I ask one question? What footballer do you think is the best looking? I'm not sure. Do you watch football? Jude Bellingham. Jude Bellingham? Yeah. Okay, thank you. Thank you. How about Jack Grealish? Yeah. クリスティアーノ・ロナウド？微妙なんや。OK。ナイスアンサー。Thank you. Thank you.まあ、だから答えてくれた人と違う方の意見ね。うんうん、そうやね。うん、左側のこの。そう、うん、耳打ちしてたから。はいはい。でも、ベリンガムだ。ムだちょっと待ってや。もう、ベリンガムやん、じゃあ。5票目うん。まあ、グリーリッシュは、まあまあ、いい感じみたいな感じだけど、うん、ロナウドはもうちゃうみたいな。ちゃうんや。ちょっと年上すぎあ、そういうこと年上好きじゃないんかもしれんな。なるほどな。じゃあジルーも無理か、じゃあ。ジルーか。まあまあ、かっこいいけどな。かっこいいやん、ジルー。だいぶまあ、年いってますから。そうか。Excuse me, can I ask one question? What footballer do you think is the best looking? Neymar? Bellingham. Bellingham, okay. Thank you.ネイマールが抜きましたブラジルからの使者送り込まれました、ブラジルから。ネイマール5人ぐらい。はい。わからんけど。ただごめんなさい、ネイマール1票です、これは。で、まあ、ベリンガムとは言ってたね。また。うん。まただ。やっぱり人気ね。すごいな、やっぱりな。でもやっぱネイマールとベリンガムはやっぱ人気だよな。うんうん。ちょっとわからんなってきた。わからん。いや、ベリンガムベリンガムだってネイマールかベリンガムって言ってたもんな。うん。やっぱグリーリッシュも聞きたいもんな。聞きたい。てかもうこんなに出ないってことはあんまりなんか。もしかして、なんかおじさんすぎるんかな、顔が。確かに。俺らからしたらめっちゃかっこいいや。うんうん。女の子からしたら、おじさんすぎるんかもしれんな。それはあるぞ。キムタクみたいな。なるほどな。なんとなく。確かに、キムタク今の女子高生に聞いたら出てこへんから。うん。ソリマチタカシとか。はいはいはい。なんか。その感じにも行っちゃったんか。行ったかもしれんな。早いけどな、グリーリッシュ、それは。確かにな。Can I ask one question? OK, thank you. Thank you. What footballer do you think is the best looking? Jude Bellingham. Bellingham? Yeah. How about Jack Grealish? I don't know that many footballers. Cristiano Ronaldo? Yes. He's quite hot. OK, thank you. Nice. Thank you.ベリンガムやん。すごいな。もう、ベリンガムやったね。ベリンガムじゃん、じゃあもう。おーおーおー割れるやん、普通こういうの。普通な。こんなぶっちぎることある
イングランドの女行きたい放題やん。おい、ベリンガム。ドイツなんか行ってる場合ちゃうで。行きたい放題ほんまやで。レアル行ってる場合ちゃうで。スペイン。次はもうスペインの市場を獲得して、イングランドはもう抱きまくったから。そういうことな。うん、だから帰ってこいのプレイ。そう、ドイツ、イングランドはもう抱きまくったから、次スペイン行こうか、みたいな。わー、なるほどな。うん。柔道してるで、ほんま。はい、なんや、それ。柔道してる。ほんまに。すいません、キャナスクワンクエスション。What footballer do you think is the best looking? Oh, I don't know. Maybe. Yeah.Kevin De Bruyne. De Bruyne. Okay, thank you. Yeah, it's a weird one though, controversial. Yeah. People don't agree on that. Thank you. Thank you. Nice, nice. じゃあ、デブライネあの子いけるってこと？そういうことなるけどもやな。そういうこと言わんとこ？めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。綺麗な。綺麗な。ちょっと緊張しちゃった。ちょっとだけな。ちょっと緊張しちゃった。可愛い。綺麗。ちょ、ついていこう。ついていくな。ほんでそっちちゃうねん。そっちちゃあっちやあっち行った？あっちやねん。行くな、行くな。Excuse me. Can I ask one question? What footballer do you see? Kim Bellingham. Bellingham? Agreed. Agreed. Bellingham, Bellingham, Bellingham. Okay, thank you. Nice answer. Thank you. ちょっと強いわ。もうベリンガムしか出てこんな。なんでな？まあだからもうそういうもんなんや。そういうもんなんやろな。うん、俺らがその、と、感覚がまだち、まあベリンガムかっこいいけど、うん、普通に。うん。こんなぶっちぎるほどのあれとは思わなかったよ。確かに。ちょっと今だからもう、ベリンガム、ベリンガム続いてるやん。うん。これはもう女子人気はベリンガム確定は。いや、これはね、もう、どう頑張ってもそう。こっから抜かれることないわ。ない。ただ、男の人に聞いてみたら、誰が出るのかっていう。これは、ガラッと変わる可能性あるやんか。これだから、グリーリッシュ出るよ。そう。グリーリッシュとか、まあ、クリスティアーノ・ロナウドとか。やっぱ男がもうかっこいいまた変わってくるやん。いや、全然ちゃうからね。これちょっと行こう。こっからちょっと趣旨変わって。趣旨変わって。男の人に聞いたらどうなるんかっていうのを試してみる。はいはいはい。まあ、引き続き女の人にもね。引き続きね、普通に。女の人もおったらね。もうだからもうこれずっと、もう抱えてといてくれたらいいよ。もうこれだから男も女も。うん。俺答えてくれたらいいから。うん。もうだからもう。もうオープン、ずっとオープン。こういうことよね。うん。なんかわからんけど、ヘルプミーって書いてそう。全く書いてない。うん。Excuse me, can I ask a question? What is it about? Football. Football? Yes. What footballer do you think is the best looking?James Madison. Madison. Okay, nice answer. Madison. Madison か。Madison だ。忘れてたな。Madison もおったな、そういえば。初めてちゃう、トッテナムの選手が来た。ほんまや、ありがてえ。やっぱ男は、やっぱかっこいいと思うんかな、うんうん、思うんかもしれない。かっこいいもん、確かに Madison はかっこいいから。だから渋い感じよな。確かに。かグリーリッシュ系統よね。うん。だグリーリッシュも出てくる。ありえるありえる。男に聞くと。うんうんうん、なるほどね。Can I ask one question? What footballer do you think is the best looking?What footballer? Yes. Probably Kante. Kante? Kante. Kante. Hey. Thank you. 日本語ですね。あ、日本語。なんで日本語喋ってますやん。しゃべる。これは日本語上手じゃないです。いや、上手ですよ。うん。お前。笑顔上手。あ、いや、全然。お前、俺英語上手やった。上手、本当に。いや、日本語上手いですよ。日本好きなんですか？日本好きです。スポーツファンか。ああ、そうです。スポーツファン、はい。スポーツファン。俺はスポーツスタジアム好きで。ああ、綺麗です。綺麗。綺麗。でかい。でかい。でかい。確かに。本当に。ああ。日本のサッカー選手とか知ってる？知ってます？知ってる。知ってる。誰？宮本。おお！宮本。ガンバ大阪。はい。いや、ありがとうございます。はい。いや、素晴らしい日本語でした。ありがとうございました。ありがとうございます。Thank you very much。お、あいつにお前って言わせない。お前。おい。二三回。めっちゃ面白い。めっちゃ面白いやろ、人。お前。お前って2、3回言われてましたけども。お前。お前誰か教えたれ。あれ怒らせるぞ。俺は怒らんけどさ。誰か教えてあげた方がいい。ちょっと気になったけど。絶対に。一人称も俺やったしな。いやでもね、日本語上手な。めっちゃ上手でしたね。宮本が出てくる。あの人めっちゃおもろいな。もっと話聞きた。確かにな。ん？誰って言ったっけ、あの人。
かんて。ちょっと待って。あの、歩いてはどのかんて出てくんだよ。まあまあ、人それぞれやもんな。まあまあまあ、感覚っていうの。Excuse me, can I ask one question? What footballer do you think is the best looking? The best looking? Yes. Neymar. Neymar? Okay, thank you. Nice answer.ネイマールはやっぱ男にもかっこいいか。まあそりゃそうやな。若干マルティネッリみたいなね。めっちゃ似てたな。めっちゃ似てたぞ。同じ左ウィングでもネイマールを選ぶ。マルティネッリじゃないんだ。マルティネッリじゃなく。キラスコンクッション。トゥースやん。トゥースやん。キラスコンクッション。What footballer do you think is the best looking? ハーラン。ハーラン？ロナウド。ロナウド。オーケー、Thank you。ナイスアンサー。まあ女の子、ハーランド。ハーランド意外と2票目。おお。でまさかの出ました。怪物ロナウド。あ、そっちじゃないですよ多分。え？そっちじゃないですよ。ダイゴロヘア。いや違うよ。なんかちょっとやってたもんなんか。ちょっとやってたけど、俺も気にあれ？どっちこれと思ったけど。こっちのあのダイゴロの方をちょっと示唆してたかもしれない。示唆してました。いやまああれクリスチャーノの方でしょきっとね。うん。なんかさ、激渋な人に聞いてみる。なるほどな。こっちの激渋な、もうだからこっちの激渋な人が、誰を言うかで、はいはいはい。もう分かるやん、イギリスの。確かに確かに。あれが。それで行こう。Do you watch football? Yeah. What footballer do you think is the best looking? But yeah, Ronaldo. Ronaldo? Thank you. ナイスさ。こっちのね、ミスターマリックが。いや、違いますよ。ミスターマリックじゃないの。ハンドパワー出てたか。出てへんやろ。ロナウド？ロナウド。クリスチャン・ロナウドやろね。まあ、ロナウド、やっぱ男からしたらやっぱ人気か。な。ほんまにベリンガムが出えへんくなったわ。ほんまやな。男の人に聞き出して。マジや。ベリンガムはやっぱ女人気なんや。あるもんね、やっぱその、男から人気、女から人気ってあるもんな。女人気や。うん。まあ、最後の人別に渋くはないけど終わるか。いや、まあまあまあ、マリックさんもね。うん。渋さはまああるよ。ちょっとちゃうな。渋さはまああるよ。うん。まあまあでも、いや、俺はあのマリックさん渋かったと思うよ。まあまあ、感性、人それぞれやからな。まあまあまあ、これだからまあ、どっちが渋いと思ったら、もうそれはもう OK やから。うん。じゃあもう、OK ということで。まあやっぱ女子人気は、ベリンガム。男子人気は、まあ、ロナウド、ネイマール。ロナウドか。うん。みたいなところになってくるのかな。まあ、みたいな感じでございました。今回の動画面白いと思っていただければ、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。何か感想などはコメントお願いします。ついでに効果もお願いします。ということで、概要欄からナフィケンロンドンもぜひチェックお願いします。ではまた。Every show I go before, I need to hear that voice. 'Cause right now I feel like it's been too long.